皆さんはマンデラ効果をご存知ですか？有名人が対象となるマンデラ効果というのは、ドラマや映画や CM など、フィクションの記憶と現実が混乱しているものも多いと、私は考えています。ただ、このお話のように身近なコンビニでのマンデラ効果となると、これは本物としか言いようがありません。珍しく前置きが長くなりました。では、ごゆっくりどうぞ。マンデラ効果。最近マンデラ経験した。近所のコンビニの看板の位置が移動したというか、あれ？ここだっけ？って違和感を感じるようになってさ。看板って信号機くらいの高さの、遠くからでも見えるやつね。そんで、そのコンビニ知ってる知り合いたちに確認したら、5割くらいが、やっぱ前と位置違うよねー、って。だから昨日コンビニ入って、バイトのお姉ちゃんに聞いたのよ。看板工事しました？位置前と違いますよね？って。そしたら、そのお姉ちゃん。最近毎日お客さんにその質問されます。って困った顔してて。コンビニで働いてる人たちにも何人か違和感感じてる人いるみたいで、その話題で持ちきりらしい。ちなみにそのお姉ちゃんは、前と何も変わらないし違和感もないと。オーナーも何も違和感ないと。実際のところ何も看板に関わることはしてないらしい。すげえ気持ち悪い感覚。マンデラ効果というのは日本では宮尾進が有名だけど、大勢の人が同じ記憶の違和感を持つ現象は世界的にも多いようだね。ただこのケースでは、ローカルでピンポイントな記憶の違和感が、何の脈絡もなく同時多発してるというのが不気味だな。オカルト的には、何らかの原因によってパラレルワールドの記憶が呼び出されたというのが最もシンプルで合理的な解釈なわけだが、果たして、看板の高さが変わったのならよくある話だけど、立っているイチゴと違うように思えるのであれば、コンビニ周辺の建物や樹木なんかに撤去などがあって、距離感に変化が出たのかも。周りの景色変わったとも思ったのですが、特に取り壊しや新設の建物なんかもないんですよね。記憶にあるのは、コンビニを正面に見て右側に看板が立っていたと思うのですが、実際は左側に立っているし、ストリートビューで確認しても今現在と同じ位置だし、周囲の景色も現在と同じなので、やっぱり変わってはいないんですよね。やっぱりただの勘違いなのかなと思いますが、自分以外にも複数人違和感感じてるのが不気味で仕方ない。ちなみに変だなと違和感を感じたのは1月2日で、違和感を感じる前に最後にコンビニの前通ったのが、おそらく12月25日前後です。マンデラ効果？マンデラ効果って初めて聞いたが勉強になるな。そして大抵の人間はマンデラ効果っぽい経験一度はしているよな。まだスマホが広まっていない時期、友人が横浜の大学に通うようになり、家から新幹線で数時間かけてそいつの下宿に遊びに行った。人生初の横浜だったのに、なぜか友人の家の周辺の地形が理解できるというか認識できるというか、変な状態になった。例えば、そちらの角を曲がるとコンビニがあるとか、コインランドリーがあるというのが交差点を曲がる前になぜかわかる。定食屋とか坂道もなぜか行く前にわかる。そこの角曲がったコンビニ寄ろうぜ。え、なんでわかるの？みたいな会話をしながら散歩したが、人生で初めての場所で、なぜか住んでいたかのように方角や地形がわかったのはびっくりだった。だからといって特に何もなく帰ってきたのだが、マンデラ効果ってのを知ってなんとなく思い出したので書き込んでみた。それはむしろデジャブなのでは？マンデラ効果とは、パラレルワールドが関係しているのか、単なる集団記憶違いなのか、集団記憶違いというのもこれ以下に？という感じです。2本目のお話の場合は、
人の体験なのでマンデラ効果とは言わないと思いますが、どちらのお話も非常に興味深いです。